下田市の下田ロープウェイで停止したゴンドラから乗客を救出する訓練が行われました。午前9時発の乗客を乗せたゴンドラが地震の発生によって山頂駅近くで急停止、運行再開は不可能と判断し、ゴンドラ内の機材を使った避難を選択しました。乗客が緊急ボタンを押すとロープが降り、これを使って救助員1人がゴンドラ内に乗り込みます。そして中にある救助具を組み立てて乗客を吊り下げて地上に下ろしていきました。